葛藤できるんだけど、なかなか難しい。お肉好きのマロンがお肉で遊んでます。美味しいですか？それは食べれませんけど。まあさっき食べたけど、ほんの今日2回ぐらい食べてますね、お肉。すべて完食です。猫ご飯も食べてます。しっかり食べてます。だからここらちょっと遊ぶとボロボロになりそうな気がする。本気で遊び出すと。ちょっと大きいと猫キックできるんだけどな、ちょっとちっちゃいな。100均だっけ、ペットショップで買ってくれば、まあ、ちょっと 4,5 倍はするだろうけど、ちょうどいいサイズがあれば。ただな、買ってきたからって遊んでくれるとは限らないから。妻の誘いには乗らないで。こっちで遊んでます。お肉が好きなみたいですね。ちょっと動かしてるんだけど、一気にやると反応がすごい。遊びに集中してるのね。その勢いで噛まれると半端なさそうだけど、まだここまで噛まれたことない。何か取ってますねって顔して、取ってますよ。気がついた。わお、噛まなくなった。どうした、まさかまさかまさかの、クンクンチュック。どうした、そっち来たくなったか、気持ち、あ、そっち行ってる。行くの、行かないの。遊んであげれば、今そっち向いてるか、微妙。反応す、そっちがいい、そっちの方が。やっぱおもちゃの好き嫌いあるみたいに、今日のは外れみたいですね。ちゃんと撮ってるから大丈夫。心配しない。思いっきりいって、思いっきり。マロに言ってんだけどね。ビシバシバシバシ、起きたか。もっともないシンプル作戦でした、
少しエンジンかかってきた。知らんぷりで作戦しながらのって感じ。知らないよーって顔して待ってる実は。